どうだい、どうだい。21日目となりました。3週間経ってね、まだ180度ベタッと開脚はできていないです。実際ただやっぱもうほんと1日目2日目とかの時に比べたら全然広がるようになった。もう特にやっぱ顕著なのはカエルストレッチやった時の広げれる具合、深めていける具合が本当に広がるなっていうふうに思ってます。あとあの深めにやる股割りね、これも広がるようになったなっていうふうにすごく思っているところでございますけれども、前髪系のカエルさん跳ねるよ、どうだい。ストレッチスタート。ほんと私のこのふくらはぎ見れば見るほど男だよね、やだ。ああ、でも本当にさっき言った通りで、ほんとこう低いところまで落としていけるようになった。あ、CM だね。よいしょよいしょよいしょ、あ、OK、 あ、コリってなった。なんか今日ちょっと硬い気がする。今まですごいこう1分間開脚とかカエルストレッチがめっちゃできた時って、なんかねこの足を伸ばしてる最初のタイミングでもう結構なんかあれ今日体柔らかいな、いけるなっていう感覚があったんですよ。でもだいぶ今日ちょっと硬い気がする。うん、ちょっともう汗ばんできちゃった。もうほてちゃったよ、どうだ。ポテってきちゃったよ、どうだい。もう全然お尻ストレッチはね毎日のようにやってますからね、グイグイいけますよ、グイグイいけますよ。どうだい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 。激しい。お尻ストレッチは気持ちいい、お尻ストレッチ気持ちいいよ、どうだい。お尻ストレッチが気持ちいい前髪系。意味深だね。ちょっと汗すごいわ。こりってなった。生理痛の軽減だって大事だよね、前髪系にとってね。もう何回言っただろうこれ。靴下脱げちゃった。あれやっぱちょっと今日硬いな。汗すごいわ。ハンカチ持ってきました。汗すごい本当に。お風呂上がりっていうのもあるんだろうけれども、めっちゃ汗かくようにはなった気がするな。ほん、すぐ汗ばんじゃう前髪系、どうだい、どうだい。びしょびしょ。やっぱなんか私左足、まあどっちも硬いね。左足も右足もその真ん中も硬いんです。あ、カエルストレッチです。そんなこと言ってたらカエルストレッチです。よいしょよいしょ。やっぱほらだいぶ広がるようになったと思わない？こうよ。こうよ、こうよ、こうよ、こうよ。
どうだい、どうだい。自分でも驚くくらいいい音したんだけど今。どうだい、どうだい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 。私のケツ泣くよ。泣かせがいのあるケツ。1分間開脚だね、いよいよね。今日ちょっと硬い気がするな。あんまりいかない気がする。あー、いや、ダメだ。今日はちょっとやっぱ硬いわ。なんか昨日より一昨日とかよりむしろ開かないかも。なんか今まででワーストな気がする。ここ最近調子良かった中でのワーストな気がする。なんか硬いな今日。あれ、やっぱ今日ちょっと硬いね。推しのこと考えよう。推し、推し、その推しの前でまた広げると思えばもうちょっと頑張れる。推しの、推しに広げるよ。推しに向かって私のまた広げるよ。広げるよ、広げるよ、広げるよ。推しのために広げるよ、広げるよ、広げるよ、広げるよ。汗すごい。全然汗すごいよ今日。なんかでも汗に関しては今までで一番かいたかもしれない。こんな汗かいたことないってくらいちょっと汗かい、恥ずかしい、嫌だ。みんな見ないで。どうだい、汗だくの前髪系は。え、汗かいてるのはおでこだけじゃないんですよ。